に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちできる方お立ちください。人それに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもとを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求めるものの一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。門よ前たちの頭をあげよ、永遠の今夜あがれ、栄光の王が入ってこられる。強く力ある種、戦いに力ある種、門よお前たちの頭のあげよ、永遠の豊あがれ、以降の王が入ってこられる。その栄光の音は誰が万軍の主、これぞ栄光の。アレルヤ、メッセージマン、プレザロー。
Rejoice, rejoice, rejoice. いつも喜ぼう。どんな時でも神様が共にいてくださる。Rejoice, rejoice, rejoice. いつも喜ぼう。どんなことでも神様が益としてくださる。悲しい時も苦しい時もどんな時でも神様に心からの感謝と賛美を捧げよう。 Rejoice, Rejoice, Rejoice. いつも喜ぼう。どんな時でも神様の恵み満ち溢れる。 Rejoice, Rejoice, Rejoice. いつも喜ぼう。どんなことでも神様が益としてくださる。悲しい時も苦しい時もどんな時でも神様に心からの感謝と賛美を捧げよう。 Rejoice, Rejoice, Rejoice. いつも喜ぼう。どんな時でも神様の恵み満ち溢れる。 Rejoice, Rejoice, Rejoice. いつも喜ぼう。どんなことでも神様が益としてくださる。いつも喜ぼう。ハレルヤ、感謝します。アレルヤ、ありがとうございます。アレルヤ。
俺は この示されたところから退くことなく、あなたとはしっかりとあなたとの足腰を踏まえ、私の示しに立ち進んでいきなさいと主は仰せます。私はその中でまた私の力を表し、また私の働きを豊かに表していこうと主は仰せます。働きをなすのは私、あなた方ではなく私自身であると主は仰せます。それへ信頼する者、また従う者は幸いであると主は仰せます。空の者たちに私の技をなし、また栄光を表していこうと主は仰せます。さらに私の言葉の力と恵みをあなた方は体験していきなさい。私の言葉は偽らず、私の言葉はそのようになると主は仰せます。それを知り、また信仰を持ってそれに立つ者は幸いであると主は仰せます。空の者たちは勝利から勝利へと進み、私の栄光を豊かに表すであろうと主は仰せます。問題の大きさ、困難の大きさを恐れてはなりません。あなた方はできないと主は仰せます。しかし私にはできると主は仰せます。それはあなた方は私の言葉に信頼し、言葉に従っていきなさい。その時あなた方はあなた方の力ではなく私の力が豊かに表され、私の技が豊かに表されるのを見ていくであろうと主は仰せます。見よ、信仰に立ち進んでいった者がどのような結果を見たかを、あなたは聖書を通して知っていると主は仰せます。さらに私は具体的にそれを示していこうと主は仰せます。あなたは私の言葉に立ち、また進んでいきなさい。私の栄光は豊かに現れようと主は仰せます。あらゆる時に主を褒めたたえよ、いつも主に賛美を、皆をあがめよ。主を求めると、主は答え、私を救い出した常しえに栄光主に皆があがめられるように。ハレルヤ、感謝します。プレイザロン、ありがとうございます。どうぞお座りください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではですね、どこの教会の方でも、洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々においてはこの式に加わることをお勧めしております。ですから洗礼を受けられた方、望んでおられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいと、このように思います。またインターネットで礼拝をされておられる方々で洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々はぜひこの式に加わってください。またインターネットの方々はご自分でパンと、またブドウ酒、またブドウジュースを用意して加わっていただきたいと、このように思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち人々のうちに恩川と恩地の恵みを出してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。
これらの祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。
イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。どうぞ献金お願いいたします。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。シーキーパーサーキンダオガエンヒズライチャスネハレルヤ。エンオディシンエンオディシンシャビアディドアンツユーハレルハレルヤ。宮下牧師お祈りください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。
今私たちも御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。